音楽動詞「ピック」の本質的な意味はたくさんの対象の中から一部のものを選び そしてて神経を集中させてつまみ取ることなんですね主な意味に選ぶ選択するつくついて穴を開けるそして歯花などをほじくるきれいにする花や果実などを摘むもぐなどこのような意味があります。 ピク f ンフローズ。s 花を摘み取るということですね。選んで摘み取るそしてピクウォンズ。ムシオツイバム。ツン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 といった感じですね。ピクヨンノズ。これは花をほじくる pick her words carefully。注意深く言葉を選ぶ言葉を選んで話すということですねそしてアゲルカラドチっカノテオアゲテオトヒナティマスネ。ピク hand どちらかの手を選んで選びなさいということなんです。そして Pick your、right、hand。よし右手だという,ような感じですね。右手を選んだんですね。単に Raise your hand。あなたの手を挙げるということじゃないんですね。Raise のなしにどちらかの手を選ぶと。だから Pick を使ってるんですね。では。 Some flowers. はい、花を摘んでいました。The bird is picking worms. はい、虫を追いんでいます。Don't pick your nose. あなたの花をほじくらないで。She picks her words carefully. 彼女は普段注意深く言葉を選んで話しますよ。I have a nice surprise for you. ね、私はあなたにとってそのとても驚くべきものつまりまあ、えー、いいものを持ってるよというような感じですよね,ねどちらかの手を挙げてよ Pick a hand、ね、そして、えー、それに答えて OK 私は Pick the right hand 右手を挙げるよ Pick which boys どちらの少年たちを選ぶかということですねもちろん Which boys が文章に行きます そして、それに答えて、I will pick these boys. これらの子供たちを選びます。ピックします。ということですね。そして、pick his teeth つ。つまり、歯をほじくるということです。teeth になっていることを注意してください。つまり、tooth じゃないということですね。I pick a flower from the garden. 庭から、つまり庭を起点として花を摘むと。 だからあ、庭から花を摘むということですね。摘んでくるということになります。はい。pick s t r a w b e r r i e s はい。えー、いちごを摘むということですね。ところが、ここでは、いちごを摘んでいるのを見た。かわいい女の子がいちごを摘んでいるのを見たということですから、s i e と ingk 同士フレーズ。which boys will you pick? ですね。 あなたはどちらの少年たちを選びますか ?To play on your team. あなたのチームでプレイ、えー、させるためにということですね。はい。He picked his teeth after eating.、ね、食後です。I will pick a flower from the garden. 庭から花を摘んでくるつもりです。I saw a lovely girl. 私は可愛い女の子を見たよ。一人見たよという。その女の子は イチゴを摘んでいる、摘んでいたということですね。はい、具体的な表現は A lovely girl was picking strawberries。ここから Pick の t word w o verbs となります。まず登場しているのは at ですね。at は一点です。 だから何々をつつくつまむピックする、ね、そしてメタフォーとしては人にガミガミ言うあらさがしをするといったつまり一点に対してですね、えー、つつくような行為をするということですね。はい Pick at his meal、はい、食事をつまむつまり食欲がなさそうにいじくる、えー、つまむつつくというような感じでしょうか。そして pick at me 私に対して粗らがしをするあるいは、えー、ガミガミ言うというような感じですねそして pick at her children 子供たちに、えー、をガミガミ言う My son picks at his meal これは現在形ですから私の息子は普段食事を食欲がなさそうに つつつく、つまむみたいな感じですね。My boss is always. はい、always が進行形につけば、いつも何々してばかりいる。p i c k at me 私に対して荒探しをする。がみがみ言っているというようなことですね。When she doesn't feel good.Feel good というのは気分が良い。だから気分が悪いとき。子供たちにがみがみ言っている。 つまり、これも現在形を使っているので、普段何々しているといった表現ですね。ピック音の音は密着継続ですね。つまり、えー、からかう、いじめる、苦しめるということなんですけども、いずれにしても密着継続ですから、必要にですね、えー、その人に対して、えー どんですか続くといった本質的な意味ですねつまり Pick on his secretary 彼の秘書をのあら探しをするには少し違います Pick on her for the task 仕事に対して彼女を選ぶということですそして Pick on small boys、はい、小さな子供をピコンいじめる続くねずっと継続してというような感じですね続きます ピッ r y をいじメるそして、l w ー、y s picked on イジメられるこれは、いつもいじめられている受け身形ですね。Why is he always? なぜ彼は、いつも何々してばかりいるの on his s e を r e t a r y 彼の秘書をいじめているということですね。Why did you pick on her for the task? なぜ、あなたは、その仕事に、彼女を選んだの、はい、バレーズ、yeah, usually、pick on small boys、はい。ガキ大将は、いつも小さな、男の子をいじめています、イジメテイマス。Tom、トムさん、stop picking on Mary。stop は、ド名詞を目的語にゴりますね。メ<ー>、メアリーをイジメルノ、ヤメナサイ。YOU ALWAYS PICKED ON。あなたは、いつも いじめられてるねピックアウトのアウトは範囲外ですねまさにピックして範囲外に出すということですだから選ぶ選び出す選択するということですねピックアウト a few things23 の買い物を選ぶピックアウトピックアウト the most interesting books 一番面白い本を選び出す Pick out the most expensive pair of shoes. 最も高価な靴を一足選ぶ。選び出すということですね。そして Pick bill out ビルを範囲外に出すということです。だからビルを判定するということですね。Pick things out to buy a few 彼女は 買うための2、3のものを選んだということですね。つまり2、3の買い物を選んだ。Pick out the most interesting book. 一番面白い本を選び出しなさい。She picked out the most expensive pair of shoes. 最も高価な靴を一足選んだ。I can't pick bill out. 私はビルを選び出すことができない。On this old school photograph. この、 古い学校の、学校時代の写真ではということですね。ピックアウトアニューコート、新しいコートを選び出すということですね。そして、ピックアウトヒーズサッセッサルズ、彼の後継者を選び出すということです。はい、ファンクションフレーズは、She asked me to... 彼女を私に何々してくれと頼んだ。She asked me to pick out a new coat.She is the president finally, ついに、ね、社長は Pick e d out his successor つまり、えー、後継者を選び出した Pick up のアップは情報を成し遂げということですね。まず 基本的な、つまり物理的なあ意味からは、拾い上げる、取り上げるですね。そして、迎えに行き、案内する、同行するといったものもあります。つまり、車で行って、車に拾い上げる、ピックアップする、車に乗せるといった、えー、意味なんですね。そして、あまり努力しないで覚える、知識を身につけるといった意味もあります。そして、重要なのは、 最後のこのスピードや弱っていた体力などを増すといった意味にメタフォーとしてつながっていくわけです。つまりアップというのはダウンの反対でしたね。だから良い,い方に向かう。つまり好転する。ックアップね、ピックアップスローリー良いようにゆっくりと好転する。つまり回復する。そしてピックアップ her strength. 彼女の 強さを増すすとということですねだから、えー、元気になるといった意味にもなるわけですね。この車は軽くアクセルを踏んだだけでスピードが出る。ね、このスピードが出るというのもピックアップスピードということなんですね。 Is going to pick up. 経済は好転しつつあります。Last year, 昨年 our business was slack.Watastashe の business, 仕事は成長でした。Betga, it is picking up slowly. ゆっくりと回復しつつあります。好転しつつあります。And gradually picked up her strength at home.Obawa, 徐々に gradually. え元気を取り戻した健康になったということですね。This car picks car up speed つまりこの車はスピードを増しますよということですね。with 不体的な状況です with just a light step、ね、軽く踏むだけで。and the accelerator つまりアクセルをですね。 Pick up something to eat. 何か食べ物をつまみあげるピックアップするということですねピックアップ i s h more ーズイズリ y 大人よりも、ねえー、よりたやすく英語を覚えるピックアップするということですね Pick this information up. この情報をピックアップするつまり聞きかじるといった意味として訳しておりますそしてピックアップ r ゴール 性的的な目的でハントするいわゆるうナンパするとい、えー、ったことになりましょうかつまり女の子を選び上げるということですね。Grandups というのは大人成長した人たちですねよりもより簡単に英語を覚える。 I picked this information up 私はこの情報を聞きかじりました while waiting in the queue queue というのは一列に並んでま並ぶということですね一列に、えー、並んで待っている間に He picked up a girl in 新宿新宿で彼は、えー、女の子をナンパした Pick up your feet. もしくは Pick your feet up. これは足を上げるという意味ですね。そして Pick me up. 私を Pick up してください。つまりこれ車という言葉がなくても Pick me up で車で迎えに来るという意味になります。Pick up your feet.Will you pick me up at my home at 5?